はい、どうもスキルスーパーリメイカーズオンライン対戦やっていきたいと思います。この動画はですね、皆様の応援で成り立っております。ぜひぜひ高評価よろしくお願いします。それではやっていきましょう。ロスセンス、さあオープン戦やな。誰か開けるというコースですね。やばい、すごいことになってる。なんじゃこれ、俺どこにおんねん。あー、助けてくれ。え、ワールドチャンス、キャットプレイヤード。ワールドチャンス、キャットプレイ。スタート。まあ、キャット取っていくんかな。あ、これは、まずい。させるか。オッケー。あれ、青いでもキャット取ってるってことは、あれか、キーと、ハテナボックスは両方から出たんか。オッケー。これは、こういうことか。まあ、いけただけいいね。スムーズ。やっぱあれやな、バトルって、3人か4人かで全然違うな。3人やったらめっちゃあれや、スムーズやな。4人やからごちゃごちゃすれんねや、いつも。一の一の先行争いです。スタート。一の一行きましょう。危ない。よーし、ナイスクリボー。仕事してんね。滑っていきます。よし、落ち着いていこうな。間ゴールか。まだか。危なかった、今のミスだな。今のはちょっと突っ込みすぎたな。ちょっとミスですね、今のは。たまたま受かったけど、もうちょい、まあでもいいか、あれはもう。うん。まあ結果が全てやからな。いいでしょう。趣味のアスレチック。アスレチック。まあこれジャンプせん方がいいね。ジャンプすると結局4までなっちゃうんで。面白そうやな。アスレチックコース。登り捨てかな。お、ルイージショートカット。やるやん。ルイージ一気に突き抜けたな。よし、結局プニプニになるからな、これ。かぶせたもん勝ちやもんな。うわ、ジャンプ入れなかった。最近あれやりがちなよな、ジャンプ入らないのやりがち。とりあえずまあゴールまで行こう。最後まで追いかける体勢でゴールまで行くわ。ナイスキャッチ。よし、行こう。これはまあまあそこまで差はないのか。どうだ、勢いつけてジャンプ。よし、ルイージ近い。マリオ頭貸して、走らなあかんな、これ行こう。ゴー。いや楽しい。ゴー。落ちたらあかんのな、これ行こう。スタート。ルイージおった。よし。いやー、これ抜かす要素が足りひんのな。マリオにかぶせられた。邪魔だよー、爆発しろ。ドカンと、ほんま。これでゴールできんかったらマジ切れるよ。マジかよ。ここまでかよ。やばい、ゴールは行かれん可能性が出てきた。ほらな、もう切れるよ。ブーブーブー見ろ。さあどっから行こう。土管から行こうか。俺もパールーン。よし、あいつらバルーンなしで行きよった。それはラッキー。突き抜け出せたんだ、これもうゴールまで。青いと生で行っとる。どっちが早いか勝負しようぜ。はい、俺の勝ち。わ、ウギシャンシャーン、ブギウギシャンソーン、シェア。スパイキラーシバー。スパイキラーシバー、キノコ出るよ。さあ、マリオ、キノコかつ戦闘という欲張りセットやな。おははは、そういうことやったんか。うわー、終わった。マルチプレイバーサス。スタート、青キノコです。マルチプレイバーサス。トントン、スコン、オッケー。さあ、竜巻展開。せーのせー、振られながらの立ち回りになります。竜巻に振られながら、行ってもうた、ミスってもうた。このワンミスは でかいかもしれません。小さいかもしれません。だってまだ来てないもんね、誰も。で、こうやって、ワンステップずつ踏んでいけるから。オッケー。カコーンズ。オッケー。
ケー、オケー、わ、ウェイケブケ、シャンシャン、あ、それ、ウェルカムトゥ、シャンシャン、わっしょい。7のに、マウンテンカーディバー。7のに、マウンテンカーディバー。畑を釣ったれたな。やられていく。まあ、しゃあないね、これは。まあ、立ち遅れてもなんとかなると思うんだよね。行きましょう。よし。アイテムから入ろうか。なし。おっと。上から飛び越えていく。さあ、青い糸は気絶したっぽいんでね。ナイス、この子ちゃん。俺を守ってくれたんやな。これ気絶したくないな、マジで。絶対したくない。うわウェルカムトゥシャンシャン。ウェルカムトゥシャンシャン。ウェルカムジャングルです。さあ、この、よく担ぎながら行くな、お前ら。ルイーズの一騎打ちになった。イエーイ下が正解ってこと？プニプニ先取って。よしよしよし。プニプニしようとして悪いやつおったから。かぶせる打ちたいけど。かぶせづらいな。ステップ勝ち行きたいな。オッケー、ステップ勝ち。オッケーオッケーオッケー。圧かけといたからな。サーディボー。サーディボーです。スタートー。さあ、一瞬殴りましたが、2番手確保していくが、上から行った勢の勝ち、ぜい、終わり。これで終わりですからね、マリオメーカーっていうゲーム。これでも終わりです。と思ったでしょ、まだです。ウルトラプロペラバトンしたんで、まだゴールまで行ける可能性というものが出てきましたから。さあ、泳いでいくが、奴ら次第。過去に戦とか関係あったらチャンス。あ、ルイージ近い。よし。さあ、近い、チャンス。ルイージ、プロペラ、気分よく。よし。よしよしよし。あるかも。あいつ何で水中行ったんや。勝ちある、あるぞ、これ。いけ。マリオから繋いだこのバトンで、プロペラマリオがくれたんで、そのバトンでね、今リード批判してます。でかい。間勝ち終わりで。赤コインはボーナスだな。ゴー。諦めなかった。それだけでいけましたね。サンキューな。パコン。俺としてはめちゃめちゃ嬉しいよね。ビーグです。ビーグ、ホーリーホーリーステか。バトルコースかな。てかこれ、マリオに取らせて俺さっき行くわ。天才じゃねこれ。どうよ。どう？あかーんマリオ任せたろ、えんくなっちゃった。しかも枠順なかったからな。さあみんなで掘っていこう。あ、いえ、ひでえ青いと当たりやし。このコースひどいよな。青いと絶対勝ちちゃうん、そんなん。まあまあ、あいつらが掘ってくれてたらまだ間に合うけどな。マジで？そういうコースな、むずすぎひん。しかも復帰できひんし、なかなか。ちょっと待って、ちょっと待って。バトルコースじゃなかったってこと、結局。何にも関係なかったっちゅうことやんけ、これ。バトルコースで何やって、じゃなかったっていうね。勝手に、来ただけっていう。うわぁ、これ復帰がむずいな。よし、とりあえず復帰した。アイテムなしやからな、俺。生身で来てしまったんでね。それがかなり厳しい。最後、土管勝負で勝つしかないわ。最後、勝負。どこまで続くねん。来た！一番右行こう、俺。ゴー！どっちや？ゴールに近い方。嫌だよー！
ってことは、一番左か。もう一個奥にあるかも。それしか貸し筋がない。来たんじゃない？いいんちゃう？究極の運ゲーやったな。しかも小さい方が有利というね。やりましたー。グー！オッケー、オッケーは、うぎゅ、シャンシャーン。やりましたー。シャンシャーン。マリオとルイージが同じとこ入ったってのはデカすぎるな。